キラ吉田駅バス停で電車連絡のため時間調整するフレンドバス、壁南駅、雪フレンドバスは愛知県ヘ南市、西大市の西によるフレンドバス運行協議会から名鉄バスに運行委託している鉄道廃止代替バス路線名鉄三河線のヘ南ナキラ吉田間の廃止に伴う代替バスとして2004年に運行が始まった名鉄三河線の一部区間の廃止に伴う 代替バスとして、壁南市、西尾市、はず郡一式町、道郡吉き町からなる、フレンドバス運行協議会から委託された、名鉄東部観光バスが、2004年4月1日から、運行を開始。壁南高校壁南駅尾車門、棚尾橋西西小名平坂郵便局前から、平坂小南平坂高前引く楠木村寺津部、ついえ寺津神社前引く巨海会り宿。 一式高等学校西から、味浜西大方京一式町公民館く松、木島大島キラ吉田駅キラ高等学校200円の、均一運賃だが、乗車は後ろ乗りで、降車時に支払う。整理券は、すべての乗客が取り、降車時に運賃とともに料金箱に入れる。小学生未満は無料。大人用定期券は持参人方式で、購入者本人でなくとも、使用可能で、 通学定期券は、大学等への通学なら18歳以上でも、利用できる。マナコ導入後も、定期券は、紙式のままであり、IC カードに載せることはできない。運行開始の2004年から、トランパス、SF パノラマカード、名鉄バスカードなどの乗車カード、およびマナコは利用できなかったが、2020年10月1日より、マナコおよびとかなどの相互利用が可能な、 各種交通系 IC カードが利用可能となった IC カード導入に伴って回数券の販売を2020年9月30日で終了したマナコで乗車する場合他の名鉄バス路線と同様に壁南駅または平吉田駅で90分以内に乗り継ぐと80円割引かれる名鉄バスがまごうり営業所と共通このため 走行区間自体は三河ナンバーの区域だが豊橋ナンバーの車両が使用される。本来バス転換される場合は従来の鉄道運賃により割高になる傾向があるが鉄道路線維持のために赤字補填していた年間2億円と言われた額に対しバスの運行維持費が数分の1だったために利便性を優先して運賃を低く抑えた。それでも利用者数は 鉄道当時の2割弱に落ち込んでおり、2010年の報告では年間およそ24万人の利用があったが、同年実績で運行協議会が4418万円、国と県が1206万円の補助金を拠出している。運行頻度は平日の朝夕は毎時2から3本、それ以外は毎時1本で始発が5時台から最終が22時台と、 鉄道当時のダイヤに近い形で設定されていて、壁南と平吉田で鉄道路線に連絡している。壁南南、平吉田での鉄道路線への連絡以外に、沿線の高校への通学手段を確保する意味もあり、路線開設にあたって、鉄道の西一式駅の代わりに、一式高校に指定留所を設置、さらに、平吉田駅平高校を延長し、 運賃も高校生を含む18歳未満までを小人料金としている開業当初に比べ停留所数も増加した当初は旧三日はスすの景気に該当するバス停としてまた停留所の利便性を高めるため西尾市内では複数の停留場に近接する形で無料の駐輪スペースの整備が進められているフレンドバス運行協議会の西による運行費用負担の割合は 各自治体の均等割と地域内の運行距離割、停留所数割を安分して算出することとしている。そのため自治体が希望して、自らの地域内にバス停留所を増設した場合は、その自治体が運行費用増を自己負担することになるが、希望した路線延長や停留所増設が他地域に及ぶ場合は、延長や増設をされた市の負担になってしまう。また、 2006年に廃止になった名鉄西尾線三河は、小木原駅に対して、フレンドバスのルートに比較的近接しているため、バスルート変更や延長による保管という要望や、地域活性化の経済効果を考えて、キラ温泉までの路線延長の要望も上がっていたが、これらは、運行費用負担の問題以前に、バス事業の三河線廃止区間の代替という趣旨から、逸脱することもあり、 競技会事務局では実現は困難としている。ありがとうございます。